日ごとの糧、2023年2月27日主は来られる、主を裁くために主は世界を正しく裁き諸国の民を公平に裁かれる支援98編9節主よ、誰があなたの名を恐れず、称えずにおられましょうか聖なる方はあなただけ全ての国民が来て あなたの前にひれ伏すでしょう。あなたの正しい裁きが明らかになったからです。ヨハネの目白区15章4節神様にとって、この地上を人間がどのように取り扱い、互いをどのようにケアしているのかということについては、大いに真剣あるいは深刻な出来事だと思います。神様が世界を作られ、 その最善の状況をご存知だからです。神様が人を裁くというとき、その人は神を信じたか信じなかったか、もちろんそれもないわけじゃないと思いますけど、でもこの地上で何を大切に、人をどのように受け止め、他者をどのように、他者とどのように関わってきたかということがとても重要な案件だと思います。人間は 作られたものを神の愛の心で収め、ケアするためにこそ作られたと聖書は教えています。神様が裁くというとき、その事柄について、決して見落とすことはないだろうと思います。人間の罪深さについて、神様はイエス様を通して、神様との関係においては、人間をすでに 処罰してくださっているわけですけれども、現実的な問題については進行中ですから、私たちは自然界からも人間社会からも厳しい告発を受けるということがあろうかと思います。そういえば私今朝、河原で皮膚病になって毛が全部抜けてしまった野生の狸を見ました。 最初、なんか豚の子供かなと思ったんですけれども、よく見ると狸でした。まあ一応、市には報告しましたけれども、野生動物については、ある意味で打つ手がないんですよね。まあ、皮膚病に感染し、えー、しかもこれ、あの、接触があると他の動物や人間にも感染する可能性があるということで、恐れられているんですけど、うん、いましたね、今日。 で社会の中での、あるいは自然界の中でのバランスの崩れ方といいますか、それがね、なんか本当に際どい状況になってるんじゃないかなというふうに感じたんですよね。つまり人は自然に対しても、人に対しても、あるいは社会に対しても果たすべき責任というのがあるなというふうに改めて思った次第です。神様に裁かれる といういことを怖がるというよりもむしろ今私たちが本当に人に対して社会に対してどう生きているかということが重要なことなのだと思います。